お答えをいたします。豊島区は国内外の都市と活発な交流を図っています。5月20日に締結した西武線沿線サミット協定をはじめ、ここ数ヶ月だけでも3つの協定を新たに結びました。協定以外でも様々な形で交流の輪を広げています。それでは都市交流について区長にお話を聞いてみましょう。はい、お答えをいたします。まずはじめに都市交流の目的について教えてください。今豊島区は国内では34、そして国外では3つの都市と交流をしております。都市交流の目的というものは、防災、文化、観光と3つであります。今12の自治体と防災協定を結んでおりまして、昨年の東日本の大震災の際には一ノ関等々に、救援物資の輸送などの支援を行ってまいりました。また文化の交流では江戸川乱歩の生誕の地、三重県の名張市とも協定を結んでおります。袋祭りとか、あるいは秋印度祭りには多くの自治体が参加をして、観光物産展が大変大きなイベントの賑わいを生んでおりまして、この交流がですね、自治体の、魅力とか、あるいは資源を大きくアピールし、そして地域の活性化、あるいは、経済波及効果も大変大きなものがあって、楽しいイベントになっております。今年に入ってからも様々な都市と交流の機会を得たと聞いています。どのようなことがありましたか？3月の25日には、栃木県の那珂川町とフクロウ協定を締結をいたしました。那珂川町には日本一の2メートルのフクロウ像がございます。お互いにフクロウをイメージアップのシンボルとして観光区交流を促進することを目的としております。5月の9日には大韓民国ソウル特別市トンデン門区と豊島区とトンデン門区との友好都市協定に関する10周年宣言合意書を取り交わしいたしました。5月の20日には埼玉県の飯能市、秩父市、そしてその西武鉄道と、この西武沿線のサミット協定を締結をいたしまして、このサミットというのは西武線沿線地域の活性化を目的としておりまして、今後観光をはじめ環境、防災、教育、文化など幅広い交流を進めていきたいと思っております。最後に都市交流の今後の展望についてお聞かせください。80周年を迎えて、9月、10月、11月というのは本当に豊島区にとっても大きな飛躍の年になるのではないかな。安全安心な、国際認証の政府コミュニティが認証式がありますし、また10月にはその記念式典、政府コミュニティサミットがあって、それから11月には、国際会議、アジア国際会議が開かれ、内外から大勢のご来賓を迎えてですね、これからの豊島区が国際都市として、そして本当に注目される都市として、大きな発展の時ではないかな。このチャンスを逃がさないでとか、しっかり捕まえてね、で本当に、生き生きとした元気のあるそういう豊島区を作っていきたいな、そんな、時ではないかと思っております。これからもますます多くの国々自治体との交流が盛んになっていくことは間違いありません。お互いに刺激し合いながら競い合うことで、魅力ある街づくりをこれからもっともっとどんどん進めていきたい、そんな思いをしております。今日はどうもありがとうございました。